バスケットボール B2 リーグに所属する愛媛オレンジバイキングスのヘッドコーチ・選手が7日、市役所を訪れ、市長に今シーズンの意気込みを語りました。この日は、愛媛オレンジバイキングスの安田隆幸ヘッドコーチや本田青選手などチーム関係者4人が市役所を訪れました。 初めに安田ヘッドコーチが今治、愛媛を盛り上げられるように頑張りたいと挨拶をした後本田選手が今シーズンのメンバーならプレーオフへ進出できると思っていますチーム一丸で戦っていきたいと今シーズンの抱負を述べましたバスケットボールのプロリーグ B2 に所属する愛媛オレンジバイキングスは昨シーズン 23勝37敗で西地区最下位と悔しい結果に終わりました今シーズンはチーム史上初のプレーオフ進出を目標に掲げプレシーズンに課題のフィジカルやスリーポイントシュートを強化しましたそして今月5日、6日にアウェイで福島ファイヤーボンズと開幕2連戦を戦いました 相手の攻撃力に押され開幕戦は落としたものの翌日の第2戦は92対77で福島を下し開幕2戦目で白星を飾りましたこの日は徳永茂樹市長が B1 昇格という目標に向かって頑張ってくださいと激励していましたホーム開幕戦は12日土曜日松山市総合コミュニティセンターで 新州ブレイブウォリアーズと対戦しますなお18日と19日には今治市営中央体育館でバンビシャス奈良との試合が行われます来週末今治市での試合があります愛媛オレジバイキングスはえと愛媛活性化のためにチーム一丸となって 全力でで、勝つのでぜひ応援に来てくください。いよろししお願いします。クラブ初のプレーオフ初進出を進出するためにはこの今治で行われる奈良戦、同地区の絶対負けられない相手です、皆さんの前で2連勝を飾るべく戦って、体を張って戦っていきたいので皆さん、ぜひ応援に駆けつけてきてください。よろししくお願いします。